原子力研究所ラボに閉じ込められた9人の男女、生き残れるのはわずか6人。絶望的な状況を前に彼らはラボの脱出を試みる。必死の脱出劇だが、生き延びようとする者たちは現実があざけり笑う。燃え広がる炎、極限状態による疲労と心労が頂点に達し、死の匂いが立ち込めた時、彼らの心の中に宿るもの、それは全てを諦めない勇気なのか、それともルート W ビフォークライムアフターデイズ、ルートアフター、未来は与えられるものじゃない。未来に絶望はない。未来は俺たちが決める。